私が小学生の頃のこと。その日は休日だったのですが、両親は二人とも仕事に行っていたので、私は一人で留守番をしていて、部屋でテレビゲームをしていたのですが、途中でトイレに行きたくなり、部屋を出てトイレに行き、ついでにリビングに入り、何かお菓子でも持って部屋に戻ろうと思い、お菓子を探していると、家の電話の受話器が外れていて、床に落ちている。私は、なんだよ、とか言いながら受話器を直し、お菓子を持って自分の部屋に戻ったのですが、ついでに何か飲み物を持ってこようと思い、もう一度リビングに行き、冷蔵庫を開け、ジュースを取り部屋に戻ろうとすると、また電話の受話器が外れて床に落ちている。あれ？さっき直したのに、と思いながら受話器を拾い、電話機に戻そうとすると受話器から声がかすかに聞こえたので耳に当て、もしもし？と言うと、もしもし？〇〇？と私の名前を呼ぶ声がする。誰か聞くと、それは私の小学校の友達で、これから遊ばない？と言う。私は、いいよ、うちにおいでよ、と言い電話を切りました。しばらくすると友達がやってきて、一緒にゲームをしていると、友達が、もう1時間くらいやったけど大丈夫？と聞いてきます。当時、私たちの周りでは、ゲームは1日1時間までと決められている家が多く、それ以上ゲームをやると親に怒られてしまうので、友達はそれを心配したのですが、私が、今日俺、一人で留守番してるから、家に誰もいないからゲームやり放題、と言うと友達が、え？一人なの？でもさっき電話した時、〇〇のお母さんが出たよ、と私の母親が電話に出たと言います。そんなはずはないと思い、友達に本当にお母さんが出たのか聞くと、友達は2回ともそうだったよ、と言います。2回？と思い、詳しく聞くと、1回目は電話に出て友達が、〇〇くんいますか？と尋ねるとお母さんが、ちょっと待ってね、と抑揚のない声で言い、待っていると、私の声で少し遠くから、なんだよ、と聞こえ電話が切れてしまい、2回目にかけた時も、お母さんが、ちょっと待ってね、と抑揚のない声で言い、少しすると私が電話に出たそうです。そういえば、さっき最初にリビングに入った時に、電話の受話器が外れてたなとか、それより電話に出た時にも電話のかかってきた時に鳴るはずのベルの音が聞こえなかったなとか考えていると、友達が、それにさっきトイレに行った時リビングから鼻歌が聞こえてたよ、と言います。そんなはずはないと思い、友達と一緒にリビングに行ったのですが、当然誰もいません。私はこれ以上家で遊ぶのが怖くなり、友達と両親が帰ってくる夕方まで外で遊ぶことにしました。それ以降、特に家で変なことは起きなかったのですが、私が生きてきた中で一番怖い出来事でした。